今回は現代の力で花魁を動かしてみました。一緒に見ていきましょう。こちらは和歌の名手として有名な小紫太夫。悲しい恋を遂げた有名な太夫ですね。花魁道中でこの小紫太夫に一目惚れした男は、小紫に合うお金を稼ぐために江戸の町で辻斬りを繰り返します。そして思いは成就し、相思相愛になるも、お縄を頂戴され、絶対に会えない遠いところに行ってしまう。小紫は深く傷つき、彼女は身請け当日に男を追いかけて命を投げ出してしまいます。なんとも悲しいお話。彼女は次のような和歌を残しています。改まる吉原の雪や花魁の顔、いつかはと思う心もあらぬかな。今日もまた吉原の雪や花魁の顔。この和歌の解説は以下の通りです。改まる吉原の雪や花魁の顔は、吉原の雪は白く清らかで美しいが、花魁の顔もそれに負けないほど美しいという自負を表し、いつかはと思う心もあらぬかなは、いつかは重い人と結ばれることを夢見ているが、それは叶わぬことだと悟っているという切なさを表しています。今日もまた吉原の雪や花魁の顔は、吉原の雪は変わらず美しいが、花魁の顔は年月とともに衰えていくという寂しさを表しています。こちらの写真も動かしてみますね。男が小紫太夫に一目惚れしたきっかけにもなった花魁道中を抑えた一枚。ちなみに花魁道中とは何かご存知でしょうか。江戸時代の遊郭で美しく着飾った花魁がお客を迎えに行く際、妹分の遊女たちを連れて歩くことです。花魁は遊女の最高位で、普通に歩くと10分ほどの距離を1時間ほどかけて歩いていました。花魁の美しさや威厳を見せるだけでなく、遊郭の宣伝や客引きの役割も果たしていたからですね。現在では花魁道中は浅草などでお祭りやイベントの一環として行われていて、外国人観光客にも人気があります。こちらは明治時代のものです。花魁や太夫などを見て思うのは、頭にそんなのぶっ刺して重くないの、どういう意味があるのと思いませんか。花魁の髪飾りにはかんざし、櫛、香盖などがあり、花魁の地位や人気を表すもの、また季節や行事に合わせたものや、お客の好みや願いを反映したものなど、さまざまな意味が込められていたようです。人気がない花魁は買えなかったのかというと、そうではなく、髪飾りにかかる費用が高くて手が出せなかったと考えられます。この写真はちょっと無理そうだなと思ったのですが、試しにやってみます。写真を復元し、着色、顔を動かしてみます。なんとか動いてくれました。雰囲気だけでも伝わりますかね。あなたから見て顔の右側はうまく復元できていると思います。鼻筋が通っていたことは分かり、やはり美人ですね。こちらも花魁道中を切り取った一枚。周りにたくさんの人が集まっていて、確かに宣伝効果は抜群なのが分かります。花魁の妹分は引き立て役としての役割を果たしており、花魁からいろいろなことを教わり、将来の花魁を目指していたようです。また花魁の写真を見ると、周りに男性も写っていることがありますよね。周りにいる男性は老主、花魁が働く遊郭の経営者や管理者、番頭、老主の下で遊郭の経営や遊女の管理をする人、仕事の手配や指導をします。金棒持ち、花魁道中において花魁の前を歩いて金棒を持って道を開ける役目をする人。箱提灯持ち、花魁道中において花魁の後ろを歩いて箱提灯を持って照らす役目をする人です。花魁とは遊郭で姉分の女郎、その下を女郎、遊女と呼びます。花魁候補になれる条件としては、主に年齢と容姿です。15歳、18歳くらいが適齢期で、それ以上は老けて見えるという考えがありました。20歳で老けて見えるって今だと考えられない感覚ですね。また美貌だけでなく、和歌や茶道、華道、書道などの芸事も必要だったので、お稽古は欠かせません。もちろんお客の数や人気も重要で、神室から神蔵になった後は一定期間内に一定数の客を呼ぶ必要があります。神蔵とは、神室から遊女になったばかりの女性、花魁の妹分として仕えていました。一定期間内に一定数の客を呼ばなければ、遊女屋から追い出されたり、他の遊女屋に回されたりする可能性があったんです。その上、衣装や教養の費用を負担しなければならず、借金が増えることもありました。もう聞いていて、なんという境遇なんだと思いますよね。当然そんな状況なので、逃げ出そうとする遊女もいて、遊郭から逃げ出すことを足抜けと言いました。しかし成功確率は低く、3日以内に見つかったそうです。足抜けに成功した花魁がいたのかも気になって調べてみましたが、いたとは思いますが、具体的な例は見つかりませんでした。まあ
足抜けは重罪とされていましたし、成功したとしてもそのことを公にすることは危険でしたから当然ですよね。足抜けに成功して遊郭の世界から離れて普通の生活を送った遊女もいるんじゃないかと思いますが、3日以内に見つかるほどの成功率の低さですからね。それなら足抜けせずに年季明けまで勤め上げるかと考えたとしても、それも険しい道。遊女の年季奉公の期間は一般的に10年間と言われていましたが、遊女の平均寿命は 22.7 歳とも言われており、年季明けまでに亡くなる遊女が多かったんです。年季明けを迎えることができた遊女は身請けされるか遊郭に残るか堅気に戻るかを選ぶことができました。どれも簡単なことではありません。そんな遊女にとっては待望の年季明け。その年季明けの5日前に命を落としてしまった遊女もいます。その女性こそ冒頭で登場したこちらの女性。とても有名なので名前をご存知の方も多いでしょう。若紫という女性で、他の遊女と無理心中をしようとした男が、その目当ての遊女が他の男性を客に取っているのを目撃し、失意の中で目に入った若紫の喉元に。普通なら遊女個人の墓など建ててもらえない時代でしたが、若紫はあまりにもかわいそうだと墓を建てられ、それは今でも存在しています。そして昭和33年、1958年には法律が成立。4月1日から本格施行され、吉原遊郭は終了。遊郭がなくなった後、その時の花魁や遊女たちは様々な運命をたどります。一部の花魁や遊女は自由恋愛や結婚、料亭やバーなどの店で働く者もいたようです。新しい法律により合法的な職業を失って生活に困窮した者も多くいたようです。しかし花魁や遊女たちは自分たちが強く生きた時代において多くの人々に愛されました。そのため彼女たちの苦労や努力を認め支援しようとした人もいたようです。結局のところ遊郭が閉鎖されたことは花魁や遊女たちにとって生涯忘れられない出来事となり、彼女たちは新しい人生をスタートし自分たちの未来を切り開くことができました。遊郭があった場所には今でもその名残を見ることができます。吉原で最も美しいと言われた花魁勝山、その美貌は勝山顔と呼ばれました。勝山が残した和歌を最後にご紹介します。月見ても恋しき人は見えずして、今宵もまた吉原にて亡くなり。月見ても恋しき人は見えずしては、月を見えても恋する人の姿が見えないという寂しさを表し、今宵もまた吉原にて亡くなりは、今夜もまた吉原で涙を流すという悲しさを表しています。この和歌は勝山が恋した人が亡くなったことを知った時に読んだものだと言われているようです。動く花魁、遊女、太夫、いかがでしたか？この動画の補足やご感想など何かございましたら、ぜひコメントでご教授いただけると幸いです。チャンネル登録していただけると動画を作るモチベーションになります。チャンネル登録のボタンを押してください。よろしくお願いいたします。